どうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。7月8日木曜日のマットマネーですけども、いやー、この日ね、下落の日になりましたよね。ダウはマイナス 0.75%、 SP500 はマイナス 0.86%、 ナスダックもマイナス 0.72% と、まあ、下落の日になったんですけども、この日ね、前半の下げがほんときつかったですよね。僕朝起きてね、先物見てね、うわ、めっちゃ下がってるじゃんと思って。ね、朝早うちからドーン下がってね、これどこまで下がるんだろうって思ってたんですよね。で、市場開いた時もね、もう全部ね、マイナス 1% 超えて下がってて、うわ、どこまでかなと思ったら、やっぱね、持ち直してね、まあ最終的に結構戻して終わったなっていうところなんですけども、まあ初めの方ね、どこまで落ちんのかなって思ってね、ちょっと怖かったんですけども。ただね、7月7日、七夕の日のマットマネーではね、これね、メンバー限定動画でやったんですけども、まあ、下落の兆候をビックスで掴もうということで、で、ここではね、ビックスチャート、かなり正常でね、SP500 とか、めちゃくちゃ大きく落ちるっていう兆候はないっていうことだったんでね、まあ、1、2% たとえ落ちてもまた戻んじゃないかなって思いながらね、個人的には見てたんですよ。まあ、ただ何にせよ、下落の日になって、ダウ、SP500、ナスダック、まあ、6月18日以来のワーストなで、最も下がった日になったってことだったんですけども、まあ、俯瞰で見るとね、これ999ですけども、ナスダック100。まあね、すっごいね、ここまで好調に上がってきましたからね。まあ、下がったっちゃ下がりましたけども、陽線つけてると、そういうことなんですよね。で、ジムクレーマー、今回ね、この下がった原因、この人たちのことを言ってるんですよ。ポリティシャンですよ。もうね、世界中の政治家さんたちよと、礼儀正しくお願いしたいんだけども、ほんとね、冷静にお願いしたいんだけども、悪いことよりもいいことやってくれないかって言ってるんですよね。あなたたちの本来の仕事である、ほんとリアルな問題を解決して人々を守ると、そういうことやってくれないかと、ビジネスをアタックするんじゃなくてサポートしてくれないかと、商社をこき下ろしていけてないビジネスを盛り上げるのはやめてくれないか。ジム・クレーマーね、今日は下落の日になったけども、自分はこの下落の原因っていうのは、世界中の政治家たちにあると思う。グローバルリーダーシップの欠如なんじゃないかと。でね、最も明らかなやつから行こうじゃないか。それはCOVIDの変異株だって言ってるんですよ。でね、ここアメリカでは、世界のね、ほとんどの他の国よりも、みんなにワクチンを打たせるという、そういうことに関してはよくやってるんだと。いいシステムを作ってね、迅速に。みんなワクチン打ちたければね、すぐ打てるようになってる。で、接種率もね、上がってきた。で、ジム・クレーマー改めてね、本当に多くの人が世界中でCOVIDのせいで死んだ。で、ワクチンっていうのは本当に多くの人の命を救ってると。だけど、ワクチンを打つのは自由意志に任せてるから。で、ジムクレーマーね、問題はワクチンを義務化しなかったことだと。だから人々はまだ死に続けてるんだって言ってるんですよね。まだまだワクチン接種率が低い場所で、変異株っていうのはほんとめちゃくちゃ広がってると。で、特に、デルタ変異株ですよ。よくニュースに出てきますよね。デルタ変異株っていうのは、ワクチン接種率が低い地域で、ほんと山火事のように広がってるんだと。で、COVIDね、変異株いろいろあるわけですよ。まあ、イギリスでレポートされたまずアルファっていうのがあって、こう去年の9月ですよ。で、南アフリカのベータっていうやつがあって、で、ブラジルのガンマっていうやつがあって、でね、すごく感染力が強いと言われているこのデルタ、これは去年の秋にインドで生まれたとされている、こうデルタ株で、こうやってね、ウイルスのスパイクプロテインこうあったら、このデルタ株ね、変異がポン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 とね、こういう風に変異が入ってる、そういう変異株なんですよね。で、ジムクレーマー、このデルタやっぱやばいんだってことなんですよ。で、アメリカでもね、結構広がってきてて、まあとにかくデルタ感染力は強い。だからね、7月3日までの2週間ではアメリカの中の新規感染者、そのもう半分以上がデルタ株の感染者なんですよ。で、これすごい上がったんですよね。だって6月22日にはたったこれより2週間前には何て言われてたかっていうと、まあ、デルタっていうのは大体ね、新規感染者の 20% ぐらいだって言われてたんですよね。それがね、たった2週間でもう半分以上になってると。どんどん広がってるよ、デルタってことなんですよ。で、これに関してはね、今のところ、やっぱりワクチンをね、みんな打つっていうことしかないわけなんですけども。でね、バイデン大統領とかも、多くの人がね、ワクチン接種済みなんだけども、まだまだ多くの人がワクチン打ってないよってね、すごいね、警鐘を鳴らしてるわけですよ。みんなワクチン打とうよ、打とうよって。でね、ワクチン接種率なんですけども、僕長らくね、このグラフ出してなかったですけども、
かなり鈍化してきてるんですよね。だからすごいね、今年の前半とか、すごいね、接種ペースが良くて、このまま行けば、こう、ドーンとね、ドーンと行くんじゃないかっていうことだったんですけども、ある時点から本当にね、接種率鈍化してきてて、で、今の時点でね、一回でも打ってる人、まだね、55% しかいないんですよ。で、バイデン大統領はね、ジュライフォースまでに、独立記念日までに 70% 超えようぜ。そして、マスクなしで花火見ようぜって言ってたんですよね。結局ね、一回だけしか打ってない人も含めて、55% しかいない。で、二回ね、フルに打ってる人、まだ半分超えてないんですよ。48.1% なんですよね。まあ、独立記念日の花火はもうみんなね、マスクなしで見てるわけですけども、もう。だけど、この接種率のね、増加の鈍化っていうのは結構失望なわけですよ。でね、州によってはね、まだまだ接種率低いんですよね。で、例えばね、これね、接種率低い順から並べてるんですけども、もうアラバマとかミシシッピとかアーカンサスとかワイオミングとかルイジアナとか、あとバージン諸島とか、まあ、ここら辺ね、軒並み30数%なんですよ。まだまだ低い接種率なんですよね。で、ジムクレイマーね、針が怖いから打ちたくないとか、政治的に打つのが反対だとか、ワクチン信用してないとか、もうね、いろんな理由でね、ワクチン打たない人がいるんだと。ただ怖いとか言う人もいる。だからね、ワクチン接種率上がらないんだって言ってるんですよね。地域によってはまだまだ低いままだと。で、ジムクレイマー、自分はここで偉大なね、アイゼンハワー大統領の例をね、持ち出したいんだって言ってるんですよね。アイゼンハワー大統領、第34代大統領ですよ。この人、ポリオワクチンを強力に推し進めたんだって言ってるんですよね。で、ポリオね、もうすごい怖い病気だったんですよね。もうね、1950年代、もうアメリカはね、ほんとポリオの恐怖、みんなめちゃくちゃ感じてて。で、ポリオってね、どうだったかっていうと、この1789年に、イギリス人のお医者さんのマイケル・アンダーウッドが、子供の下肢の機能衰退を初めて記録したんですよ。で、ポリオってね、中枢神経系を攻撃する病気なんで、かかったらね、生涯にわたって障害残ることあるし、最悪の場合は死ぬと。で、これね、怖いのがね、感染リスクが最も高いのが、乳幼児とか子供だったんですよ。コビットの反対ですよね。コビットはね、お年寄りの方がね、ちょっと危ないですよね。だけど、ポリオの場合は、もう子供とかが危ないと。もうこれ、ね、最悪ですよね、これもまたね。もう自分の子供とかのことを考えるとね、もうこれ最悪の病気なんですけども。でね、1789年にね、症例が報告されて、1843年、アメリカで初めて、ポリオアウトブレイクしたよっていう報告があって、で、1950年代とかも本当みんな恐怖だったわけですよ。で、1952年とかね、アメリカ国内の感染ピークに達してて、感染者数5万人超えてて、麻痺発生者数2万人超えてて、で、死亡者数も3000人超えると。で、1950年代とか、ほんとね、ビーチとかプールとか映画館とかバスケットボール場、次々と閉鎖されたんですよ。だから、COVID のパンデミックの時もそうだったんですけども、ポリオの時もそうで、もう子供はね、絶対に人混みに行くなと親に言われて。だけどね、全然治療法とかないから恐怖に怯えてたんですよね。でね、ポリオ撲滅運動っていうのは高まってて、で、いろんな人が募金して、多くのボランティアの人がいろんな運動をやって、ワクチンの研究を推し進めて、で、1950年代か60年代にようやく、ジョナス・ソーク博士っていう人が、初のポリオワクチンをね、開発したんですよね。で、その後ね、アルバート・セービン博士っていうのが、経口ワクチンを開発して、その経口ワクチンがね、やっぱ爆発的に普及したんですよ。でもね、アメリカ史上最大の治験とかを素早くやって、で、みんなワクチン投与して、で、1979年、ポリオ撲滅をね、アメリカ宣言したわけですよ。で、ジムクレイマー、この時の例を持ち出して、アイゼンハワー大統領ね、有効なポリオワクチンができるや否や、もうね、その接種を義務化して、で、ジムクレイマー、自分も打ったんだって言ってるんですよね、ポリオワクチン。でね、ワクチン打たないのって権利なのかと、人固有の権利なのかと、その結果ね、致死的なウイルスを体で培養して他の人にばらまく、そういう権利がその人にあんのかってことなんですよね。ジムクレイマー、そんな権利誰にあるのかと。アイゼンハワー大統領はポリオが根絶されるまで例外を認めなかった。それはね、天然痘の時も一緒だったんだと。120年も前のことですけども、天然痘の時だって強くワクチン接種打とう打とうとされた。だけどジムクレイマーね、今日のこの緩い状況はどうだって言ってるんですよね。自分たちにはルールも何もない、なるべく打ってくださいねと、そういうことしかできない。会社だってね、従業員にワクチン接種してなければもうクビにするぞみたいなこと言ってもいいはずなのに、そういうこともないと。
で一応ねうちの大学は例えばね学生が授業参加するにはワクチン絶対打ってなきゃダメだよって言ってるんですけども、でそういうとこも多いと思いますけども、だジムクレーマーね、緩いとこの状況だからたった 30% しか打ってないようなそういう州も全然あるんだと、なんでこんなことになってるんだとジムクレーマーね改めて問うてるんですよ。であとねジムクレーマーねやり玉に挙げてんのこれですよね、 FDA ですよ。自分たちね未だに COVID ワクチン FDA の承認すらないんだって言ってるんですよね。ファイザーのものもモデルナのものもまだ正式には FDA から承認を受けてない。ただね EUA 緊急使用許可が出てるだけでまだね FDA 承認受けてないんだと、なんでなんだって言ってるんですよね。あのね効果が全然あやふやなアルツハイマー治療薬ですら FDA っていうのは最近承認したじゃないかと、なんでねこんなもはやねめちゃくちゃ多くの人が接種してる COVID のワクチン FDA まだ承認してないんだと、しかもだいぶ前の治験でねもう明確な有効性とか出てるじゃないかと、だから世界中の人打ってるわけだろうってことなんですよね。でジムクレイはねなんでこんなこと言ってるかっていうと FDA が承認してないからといってワクチンを毛嫌いしてる人がいるんだと。ジムクレイマー、ほんとね、大声でね、自分はここで FDA にチャレンジしたい。きちんと説明してほしい。何をやってるんだって言ってるんですよ。で、一応ね、ファイザーとバイオンテックのワクチン、その FDA のフルアプローバーを目指してると、これ5月7日のニュースですよね。で、モデルナのワクチンも FDA のフルアプローバーを目指すと、これ6月1日のニュースですけども。ただまだまだ承認降りてなくて。で、まあ多分ね、いろんなことあると思うんですよね。その承認っていうのはもっとね、ちゃんとしたことは分かんなきゃいけないとか、例えばね、効果どれぐらいなのかとかね、ブースターはいるのかとか、そういうこと分かってないこといっぱいあるわけですよ、このワクチンにもね。だからそういうことも関係してるかもしれないから、一概には言えないかもしれないんですけども、ジム・クレーマーね、やっぱね、憤ってるわけですよ、FDA。なんで承認出さないんだと。で、ジム・クレーマーね、大声出しながらわーわー言ってるんですけども、なんでこんなことをね、大声出して言ってるかというと、この日の株価の下落、これやっぱりね、変異株を各国政府が、そのハンドリングがまずかったから、この日の下落は起きてるんだと。で、ジムクレイマー、特に世界の他の国で、COVID が抑えられてないことがどんどん報道されたから。だからね、ジムクレイマーね、朝4時に先物見てね、その下落にうわーってなって、で、結局ね、こういうニュースだっただろうってことで、出てきたのがこれですよね。日本出てきましたね。いや、アメリカのニュースでね、日本のこと見ることあんまないんですけども、なんだってってことですよね。東京でオリンピック無観客でやるんだってってことですよ。で、ジムクレイマーね、日本政府って何考えてるんだって言ってるんですよ。でね、初めね、このニュース見た時にね、なんでそんな決定するのかわけわからなかったんだって言ってるんですよね。あれって言って、世界中でスポーツ大会やってるじゃないかと。で、例えばね、僕ね、サッカー好きなんで、ユーロとか見てるんですけど、サッカーの。まあ、観客入れてますよね。で、サッカーの試合だって、下手したらね、満員の試合とかも出てきてるわけですよ。観客満員入れてるやつとか。でね、普通に野球の試合とかもね、満員じゃないにせよ、観客入ってますし。で、ジムクレーマー。なんでこんな決定したの、日本政府。って思ったんだけども、その後ね、日本のフルワクチン接種率が、たった 15% だっていうことを聞いて、びっくりしたんだってジムクレーマー言ってるんですよね。15% だよと、50% じゃないよ。50% じゃないよ。15だよってね、すごいね、強調してるわけですよ。15だよって。で、ジムクレーマーね、これってオリンピックへの準備不足なんじゃないかと、びっくりしたんだって言ってるんですよね。オリンピックきっかけでね、メジャーなアウトブレックが起こったら、どうするつもりなんだってジムクレーマー言ってるんですよね。で、あとね、それにしても無観客っていうのはどうなのかとも言ってるわけですよ。他のスポーツやってるんだろうと、日本国内でも。ワクチン接種をしてない人だけ感染できないことにしたらいけないのかと。あとジムクレイマー言ってるのはね、緊急事態宣言出すんだってって言ってるんですよ。ステートオブイマージェンシー。これ日本ってマジやばいんかと。日本の政治家っていうのはね、全く何してるんだってジムクレイマー言ってるんですよね。でね、僕はね、日本のニュースね、ずっとフォローしてるんで、ああ、こんな感じかとかね、例えば日本ってね、感染者数も死者数も比較的少ないじゃないですか。で、ワクチン接種率がまだ低いことに関しても、それはね、スタートが遅かったとか、ワクチンのね、供給側の問題ですよね。だからいろんな事情があって多分ね、しかもね、オリンピックに関してもめちゃくちゃね、多くの議論が、もう大昔からロゴで揉めたりしながらね、ずーっとやってきたわけですよね。だから日本のニュースフォローしてれば、なんとなく感覚としてね、今この現状っていうのはね、わかるんですけども、ただパッて飛び込んできたニュースをね聞くとやっぱ驚くわけですよ。で、ジムクレイマーがその反応なわけですよね。え、オリンピックって無観客にすんの？そんなに日本って環境悪いの？ってことなんですよ。
で、これもね、すごい聞くと強いですよね。日本は緊急事態を宣言したですよ。でね、例えばこっちとかだと、ほんと緊急事態宣言されると、もう店とかも全部閉めるし、もうほんとね、空襲来るのかなみたいにね、街ガラーンってなるわけですよね。でも日本ってそんなことないじゃないですか。緊急事態宣言。まあなんかね、時短があったり、お酒ね、ちょっと出せなかったりとかなんかあると思いますけども、でも他の国の緊急事態宣言とは違うわけですよ。だからね、こう、字面をね、ポポーンってね、オリンピック無観客、日本緊急事態だっていうね、字面でニュースポーン飛び込んでくると、変異株っていうのはやっぱ怖いよっていう情報はね、他の国でも入ってきてるわけですから、うわ、すっげえ日本大丈夫かなっていう風にね、やっぱ捉えられてしまうんですよね。で、ジム・クレイもそういう反応だったんですよ。で、日本の政治家、何してんのってね、言ってるわけですよね。で、ジム・クレイはね、日本の次に中国のことを言ってるわけですよ、COVID に関しては。中国は中国でね、彼らの作ったワクチンを使うことに固執してる。中国製のワクチン。めちゃくちゃ最高に、めちゃくちゃひいき目に見ても、50% しか効果ないんだと、中国のワクチンは。で、普通に考えたら 10%、20% ぐらいしか効果ないんだと。でね、中国でも感染者が増え始めて、それが経済に影を落としてるだろうと。で、中国製のワクチンを主に使っている国とかも、感染者数全然収まんないだろうってことなんですよね。そういう国もね、ただファイザーとモデルナとまだ組めばいいじゃないかと。メンツにこだわってサイエンスを軽視するな。政治家っていうのは全く何をしてるんだとここでも言ってるんですよ。でね、債券金利とか下がってるのは、まあ、4日連続下がったってことなんですけども。これはみんな恐怖を感じてるからだと。旅行がまたできなくなる恐怖。経済がどんどんまた冷え込む恐怖。リオープニングでこっから来るんじゃなかったのかと。全然違うんじゃないかっていう恐怖。でね、何かの変異株がファイザーとかモデルナのワクチンすらすり抜けてしまうんじゃないかっていう恐怖。投資家はね、こういう恐怖から経済成長の鈍化を恐れてる。だから金利とかもね、どーん下がったってことなんですよね。持ち直しましたけども。で、単純にこれがね、今日株価の原因を引き起こした大きな要因だとジム・クレイマー言ってるわけですよ。で、さっきジム・クレイマー言ってたね、変異株がファイザーとかモデルナのワクチンすらすり抜けてしまう恐怖。これ科学的にどれぐらいのものなのかってことなんですけども、僕ね、以前ね、これ言いましたよね。例えばファイザーの mRNA ワクチン、僕打ったやつですけども、これ、ね、ワクチンの中に4284ヌクレオチド、こんぐらい長い mRNA 入ってるわけですよ。だからね、変異がね、ポーン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 ってね、こうやってね、どんどん入っていくわけですけども、ウイルスの中に。だけど作られる抗体っていうのはこれぐらい長い mRNA からできたタンパクに対する抗体なんで、たとえね、変異がポンポン入ってちょっと違う、そういうウイルスが入ってきても、普通はね、抗体だいぶ大丈夫だろうと。しかもポリクロだから、モノクロじゃないから、ということでね、僕ね、前にもどっかで言ったと思うんですけども、で、それはね、ある程度正しかったんですよね。だから結構ね、デルタ変異株にもワクチンちゃんと効くんじゃないかっていう報道もいっぱいありますし、ある程度正しい。だからね、やっぱりね、落ちることは落ちるんですよ。たったね、1個2個の変異だって、やっぱ抗体の作用をね、低くすることはできるんですよね。で、いろんな知見がね、やっぱ溜まってきてまして。で、一つ例えばご紹介すると、これね、4月1日のサイエンスの論文ですよ。で、これはね、デルタ株じゃなくて、このね、B1-427 と B1-429。この変異株ね、イプシロン株って言われてるんですよ。で、このイプシロン株、抗体の効き甘いよっていう論文がね、サイエンスに例えば出てるわけですよね。で、イプシロン株、これね、どこ由来かっていうとね、カリフォルニア由来なんですよ。カリフォルニア変異株なんですよね。イプシロンって言われてるんですけども、だからね、アメリカにめっちゃ多いと。で、去年の秋からどん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 増えてるってことなんですよね。で、世界の中で見ると、このイプシロン株、まあまだね、そんなに少ない割合なんですけども、アメリカで見ると、まあまあの割合になってて、カリフォルニアの中ではね、もうかなりメジャーな株になってるんですよ。その感染者の人の多くはやっぱこのイプシロン株なんですよね。でね、やっぱね、これね、いろんな実験すると、モデルナのワクチンでも、ファイザー、バイオンテックのワクチンでも、やっぱね、従来のCOVIDウイルスと違って、やっぱりね、だいぶね、ワクチンの中和能力、これね、やっぱだいぶ落ちるんですよ。で、ざっくりね、まあ、50% とか、ね、70% とかね、やっぱ普通のやつに比べるとやっぱ落ちるんですよね。で、やっぱね、変異がね、ちょっと入ってるだけなんで、でも大枠は同じだからね、だから抗体だいぶいけるんじゃないかっていうことなんですけども、例えばね、このクライオ電源で構造を見ると、例えばこのイプシロン株に入ってる、この L452R、ロイシンがアルギニンにね、452のところで変わってるやつとか、やっぱね、こういうのはポーン入るとね、こ
これ、ね、代表的な抗体で試してるんですけども、やっぱね、抗体がね、付きが悪くなるっていうことはね、もう電検でも出てるわけですよ。ここに変異が入ると、ほら、ここ×のとこ。こういうとこいけないだろうっていうことなんですよね。だからやっぱね、科学的にもこうやって一つ一つね、変異株。やっぱ抗体の効き悪いよと。で、やっぱね、変異続けるもんですから。だからね、感染性の強いデルタ株とか広がって、でね、ちなみにデルタ株、どれぐらい致死的なのかとかね、まだまだ分かってないことも多いんですけども、どんどん変異繰り返していって、ワクチンをね、もっとすり抜ける変異株っていうのは出てくるっていうことも、別に科学的には十分予想されうることで、だからね、ワクチンがどんどん広まってね、で、アメリカなんかもね、まだね、仕事場ではみんなマスクしてますけども、そろそろ大学はね、マスクしろっていうことなんで、だけど街を出たらね、もうマスクしてない人本当に多いですよ。で、この前ね、独立記念日の花火とか見て行っても、もう誰もマスクなんかしてないんですよね。で、例えばね、うちね、その YMCA っていうところによくね、泳ぎに行ったり、体育館使いに行ったりするわけですけども、そこのポリシーも、ワクチンをもうね、打ってる打ってないに関わらず、もうマスク義務化はしてませんよってことなんですよ。だからね、マスク外してる人も多いんですよね。体育館とかで運動しててもですよ。だからもしかしたらそうやって油断すると、また変な変異株がドーン増えると、それでなくてもワクチン打ってない地域が多い。アメリカだってまだ州によってまだ 30% ぐらいしか行ってないとこ。そこでデルタ株ダーン増えるかもしれないわけですから。だから意外にね、よし、COVID に打ち勝った、ここからリオプニングかっていうことだったのが、ん?っていうことになりかねないわけですよね。だからジムクレイマーね、やっぱり、ね、世界各国の政府、この COVID への対応、プワーだと、なんとかしてくれっていうことなんですよ。で、この日の株価の下落っていうのはそういうことがクローズアップされたからだったんだと。でね、あといくつか、COVID へのまずい各国の対応が改めてクローズアップされただけじゃなくて、他にもね、アメリカ政府株価邪魔した動きがあるんだよと。で、例えばね、共和党と民主党お互いに憎しみ合ってるんだけども、で、いろんなところでね、いがみ合ってるんだけども、お互いね、これだけは仲良くやると。それがメガテック会社の解体の動きだっていうことなんですよね。で、ジムクレイマーね、そんなこと馬鹿げてると。だけど、Facebook、Amazon、Google、Apple、もうパワフルすぎるという、解体するなり、罰するなり、何かしなきゃいけないっていうのはもう共和党民主党手を組んでやるんだと。で、もうメガテックを調べ上げて訴えたりする。で、ジムクレイマー、昨日の夜ね、Google が、反トラスト法、独占禁止法違反の疑いで、37州から提訴されただろうと、そのニュースありましたよね。Android 端末向けのアプリストア、Google Play で、独占的地位を乱用したんじゃないかっていうことですよ。で、ジムクレイマーね、多分ね、訴えた人っていうのは Google のサービスを使ったことがないエイリアンなんだろうと、もしくはめちゃくちゃ年寄りかどっちかだと、そう言ってるわけですよ。で、政府ね、邪魔すんなって言ってるんですよね。で、あとね、バイデンさん、このニュースも出たよなってジムクレイマー言ってるんですよ。バイデンさんね、連邦海事委員会 FMC とか陸上運輸委員会 STB に対して、鉄道及び海上輸送における競争を促進する大統領令を出すっていう、もうちょっと出すよっていうニュースが出たんですよね。で、これ何かっていうと、まあ鉄道業界とかね、業界再編進んでて、例えばカンザスシティサザンとかがね、買収されるんじゃないかみたいな買収合戦があって株価がどん上がったりね、前の動画でもあったと思いますけども、で、再編が進んで、で、それによってね、ますますね、彼らの料金設定が強気にできるんじゃないかと。で、それがアメリカ企業の輸送コストを押し上げてるから、で、なんとかしろっていう大統領令を出すってことなんですよね。で、ジムクレイマーね、自分が知ってる限り、この部分に踏み込んだ大統領初めてで、これもね、いわゆるね、メガテックの解体と一緒で、独占を許さない大きな動きの一部なんだと。だけど、環境に優しい大統領になりたければ、バイデンさん、鉄道会社を攻撃するのはいかがなものかってジムクレイマー言ってるんですよね。他の輸送よりも石油が少なく済むんだよと。実は鉄道っていうのは環境に優しいんだと。こんなことして何になるんだってジムクレイマー言ってるんですよ。こういう動きこそアンチビジネスの動き。だね、政府はだからね、そうやってね、アンチビジネスをやるよりも、ほんとビジネスをサポートしてほしいと。でね、だからこういうことやるよりも、コンピューターウイルス、ランサムウェアの問題とかに一丸となって取り組んでほしい。ハッカーの動き止めてほしいと。まあでも何はともあれね、ジムクレイマー。今回の下落の要因っていうのは、やっぱ COVID の変異株だと。だけどワクチン接種がね、さらに進んで、COVID の駆逐がさらに進んだら株価ね、また上がるだろうと。この下落は一過性なんじゃないかと。だけどね、やっぱりね、ワクチン接種のスピード落ちてきてて、もうね、宝くじを作ろうが、お金で釣ろうが、ニッチもサッチもいかなくなってるんだってジムクレイマーやってるんですよね。で、そうなんですよね、宝くじとかもあるんですよ。ワクチン打ったら、もしかしたらね、なんかくじが何万ドルかのね、賞金当たるかもしんないみたいなこともやってるんですけども、なかなかね、増えていかない。結構足踏みしてると。
で、ジム・グレイマーね、自分はアメリカはね、世界でもベストのワクチンプログラムを持ってると思うと。だけど、このアメリカでもデルタ変異株、どんどん増えてるんだってことなんですよね。接種率も比較的高いんだけども、変異株の脅威には十分対抗できてない。っていうことはやっぱり、他の国はもっと悪い状況なんじゃないかと。だからみんなそれ心配してるんだと。だからその証拠にね、海外マーケットが閉まって、その後はね、今日株価戻ってきただろうって言ってるんですよね。だから午前中もね、どう下がりましたけども、そっから戻ったと。そういう株式市場だった、この日はってことだったんですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずアナベックスライフサイエンシーズはということで、これ、ね、バイオテックの企業なんですけども、アルツハイマー病とかの治療薬やってるんですよね。でジム・グレイマーね、こういう株ね、いつも言ってるけどもスペキュラティブだと。まあ投機的側面は否めないけども、それを承知で持っとくんだったら持っとけばいいんじゃないかと思うって言ってるんですよね。で特にね、バイオジェンのデータよく見えなかったから面白そうだと思うよって言ってるんですよ。でバイオジェンはバイオジェンで、まあ、エーザイとのねアルツハイマー治療薬承認されたってことでドーン上がったんですけども、まあだらだら下がって、こう例えばドーン下がってね、イーライリリーのやつも承認されたよみたいな、ドーン下がって、ただねこの日ね上がりましたよね、プラス 3.86%。 でこのバイオジェンのねアルツハイマー病治療薬アデュヘルムなんですけども、まあこの薬ね、もう重度の人用には使わないよと、軽度認知障害の患者への使用に限定するように添付文書を改定したんですよ。でやっぱね、重度のやつは効かないじゃないかってことなんですけども、このことでむしろね、医療保険会社からの報酬の確保につながると見られて、でこれちょっと上がったんですよね。だからジム・クレーマー、このバイオジェンの薬すごく効くっていうわけじゃないかもしれないから、やっぱりね、だからこの AVXL も面白いんじゃないかと、スペキュラティブだけど持っときたければ持ってていいんじゃないかと、そういうことなんですよね。はい、次、ニオは売ってほしいよってことで、まあ僕持ってるんですけどもね、これね、もうね、中国の会社コリゴリだって言ってるんですよね、ジム・クレーマーね。DD を見たかと、いやーもうコリゴリだって言ってるんですよ。で売ってほしいよって言ってるんですよね。明日とにかく半分売ってほしいって言ってるんですよ。でまあ希望としてはね、まだ上がってほしいけども、であなたがねこの会社に大きな興味を持ってるのはいいことなんだけども、だけどジム・クレーマー、自分は本当中国にね大きな危惧を抱いてるんだって言ってるんですよね。でね、最近ねジム・クレーマーの言うこと聞いてても、中国への危機感がやっぱすごいですよね。習近平ますます強権的になってるんじゃないか、絶対ねこの10年のうちに絶対台湾取りに来るだろうと。ジム・クレーマーね、どんどんねそういう発言増えてるんでね、やっぱね中国株はあんま近づいてほしくないよってことなんですよね。はい、次、アップスタートホールディングスは A でということで、このね融資プラットフォームのプロバイダーですよね。 AI を使って銀行とか融資提供者のリスクとコストを削減しながら、消費者がより高く承認されるように、より低い金利で、そういうね完全に自動化されたプロセスを提供してると。でね、これ、ね、ショートポジション高いらしいんですけども、ジム・クレーマー、この株のショートポジション理解できないよって言ってるんですよね。ジム・クレーマー、自分はねいい会社だと思うと、 AI レンディングすごいいいと思うよと。でね、ミーム株を作り出す人よと、ショートスクイーズ起こそうとする人よと、こういうねいい会社に焦点当ててほしいって言ってるんですよね。いい会社だって言ってるんですよ。はい、次、クラウドフレアは A でということで、これねサイバーセキュリティの企業ですよね。ジム・クレーマーね、自分はねこの会社についてあんまり語ってこなかったけども、番組とかでももっとね語らないといけないと思うと、素晴らしくやってると思うよって言ってるんですよね。はい、次、マグナイトよりはっていうことで、ジム・クレーマーね、この会社広告ソリューションビジネスなんだけども、この分野だったらねやっぱねマグナイトというよりはこっちをおすすめするよと言ってるのがトレードデスクですね。トレードデスクの方をおすすめするよとジム・クレーマー言ってるんですよね。はい、次、ブラックベリーはということで、これね前の決算ちゃんとねブラックベリー調べたんだけども、彼らね多くの特許を持ってると。でいいんだけども、グレートじゃないんじゃないかって言ってるんですよね。でこれね、時々ミーム株になるしって言ってて、まあ、ウォールストリート別でねドーン上がったりしてるわけですけども、そこまで悪い会社じゃないと自分も思うけども、でだからねこの視聴者の人持ってて OK かって聞いてて、持ってて OK だと思うけども、だけどグレートな会社ではないと、偉大な会社ではないってジム・グレイマーやってるんですよね。はい、で最後なんですけども、 MP マテリアルズは持っててほしいよと。これ、ね、アメリカのレアメタルの会社ですよね。ジム・グレイマー、彼らのビジネスにハッピーだと、原材料ビジネスいいと思うよと。やっぱここでもね、やっぱね、中国を意識したね、発言してて、中国でのレアアースのビジネス、
どんどん奪ってってほしいよって言ってるんですよね。で、視聴者の一人のこのお金持ってるんですけども、いやー、あなたには売ってほしくないよってジムクレーマー言ってるんですよね。持っててほしいよって言ってるんですよ。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、このCOVIDのワクチンのことでね、ジムクレーマー、アメリカは他の国に比べて人々にワクチンを打たせるという意味ではいい仕事してるんだけども、だけどそのワクチンね、義務化しなかったから、自由意志に任せたから、そこで失敗してるんだよねってジムクレーマー言ってるのがこれです。Here in America, we are doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary. はい、そうですよね。Here in America,We are doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary. 長男次男どうぞ。Here in America, we're doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary. 雨の日にやる好きなことは？なんだろうな。本読むことかな。Here in America, we're doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary. 雨の日にやる好きなことは？家でなんかする。Here in America, we are doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary.はい、言ってますよね。で、今回これなんですよ。スクリューアップ。これね、口語でね、よく使うんですよね。スクリューアップ。でね、スクリューっていうのはね、まあ、なんとなくわかりますよね、スクリュー。このネジとか、コルクスクリューとか、船だのね、プロペラのスクリュー。そういうことなんですけども、スクリューアップっていうと、まあね、ネジで締めるとかネジを巻くっていう意味もあるんですけども、大体はね、こっちの意味なんですよ。口語で、めちゃめちゃにすると、台無しにする。大失敗するってことなんですよね。I really screwed up. うわぁ、しくじったーってことですよ。もう下手こいたーってことですよね。ダラダンダラダンダラダンダンってことですよ。You screwed up our schedule. 私たちの計画をあなたね、めちゃくちゃにしたよってことですよね。screw up. めちゃくちゃにする、台無しにする、大失敗するってことなんですよ。で、ジムクレームは言ってた、screw up big time. これの口語なんですけども、ビッグタイムつけると、もう大失敗するってことなんですよね。めちゃめちゃ失敗するってことなんですよ。だし、ジムクレーマー言ってたのは、ここアメリカではね、他の国に比べて、人々をワクチン接種させるっていう意味では、すごく優れた仕事をしてるんだと。だけど、自分たちは、このワクチン接種を自由意志に任せたから、義務化しなかったから、だから大きく失敗したんだと。そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。Here in America, we are doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary. Here in America, we're doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary. 雨の日にやる好きなことは？なんだろうな。本読むことかな。めちゃめちゃ普通じゃん。うん、普通だけど、うん、まあ。本最近よく読んでるね。うん、今ハマってる本があるから。どんな本？猫の本。猫の本？猫の本ではないけど、猫のことが書いてある本。フィクション。何？猫の動物記みたいなやつ？それと物語？自然に住んでる猫？うん。自然に住んでる猫？うん。野良猫？うん、まあ野良猫なのかな。が野生の猫、うん、まあ一人、まあ一匹じゃないんだけど、うん、あのグループおクラン、なんて言うんだろうな、トライブで住んでるよ。はいはいはい。それが4つあって、うその戦争と か, なんかあフィクションね。フィクションフィクションだって。あ、なるほどなるほど、うん、じゃあちゃんと猫があれ喋んのね。うん、あ、それシリーズ化されてんの。そう。何巻あんの？30冊ぐらいあんじゃない。30巻ぐらいあんの、うん、30冊ぐらい。へえ。それなんていう本？シリーズの名前？シリーズの名前。ウォリアーズ？あ、それ猫の話なの？猫の話よ。
あ、そう、お父さんドラゴンの話だと思ってた。勝手に。それは違う。あ、そう、猫の話なんだ。Here in America, we're doing a much better job of getting people vaccinated than most countries. But we screwed up big time when we made the vaccination process voluntary. 雨の日にやる好きなことは？家でなんかする。なんかって何？インベンション。インベンションすんの？うん。発明すんの？いや、いいじゃん。誰かがインベントしたものを作る。誰かがインベントしたものを作るの？うん。あ、なんか本かなんかに載ってるやつ？じゃ、なんかキット。あ、なんかキットを作るの？うん。それ今日やってみた。どんなやつ？玉ねぎの細胞を見た。玉ねぎの細胞見たの？うん。なんか染めたの？玉ねぎの細胞。青。青に染めたの？うん、ブルーカラーイング。へえ、それでなんで見たの？顕微鏡？ただ目で見た？違う、カメラ、携帯の。あ、携帯のカメラで拡大してみたの？うん。楽しかった？うん。見えた？うん。どんなんだった？海みたいなやつ。海みたいだった？うん。それで赤く染ったら赤くなる色が。赤く染めたら赤くなるの、色が。うん、それ緑染めたら緑な。ああ、綺麗だった？うん。そういうの楽しい？うん。いいね。お父さんやってる研究みたいじゃん。研究者になる？やだ。バイバイ。これは玉ねぎのセルです。青いカラーイングを塗ったから青いです。うん。外すよ。かっこいいです。 And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round.